こんにちは、アソニーです。イヤホンで音楽を楽しんでいる我々にとって常に頭を悩まされているのがイヤピン問題ですよね。イヤーピースまたはイヤーチップと呼ばれてますけれども、こういったイヤホンの先っぽにつけるこう、まあ、シリコンのタイプが多いですかね。こういったゴムとかの素材のものなんですけれども、これ一つでまず装着感が大きく変わります。で、結果、遮音性も大きく変わりますよね。音質的にも結構影響があります。もちろんどういった音を出しているのかっていうのは、そのイヤホンのドライバーであったりハウジングっていうのが基本になるんですけれども、そこから出た音をこう鼓膜に届けるまでの間にこう音を伝えるときに通るのがイヤーピースまたはイヤーチップになりますので、ここで音が結構変わるんですよ。そういったイヤーピースは最初からイヤホンに付属しているもので十分満足できるときもあるんですが、やっぱりより良い装着感を求めて、社外品のこうイヤホンアクセサリーとして販売されているものがいろいろあるので試してみたくなるんですよ。で、私もだいたいメジャーどころはいくつか試しました。そんなにたくさんではないんですけれども、まあ4つ5つぐらいは試しましたかね。だいたいアズラのイヤーフィットなんちゃらとか、それからスピンフィット360なんちゃらとか、そのあたりは一通り試してきました。そんな中、先日アユートさんからこういったものが発売されると発表がありました。セドナイヤーフィットセラスティックというものです。これ商品概要が発表されてすぐに私予約注文して発売日に届きました。そこから丸2日間ぐらい使ってみましたので、感想なんかを喋りたいと思います。まずは開封した時の様子をご覧ください。はい、こちらです。こういったイヤホンとのフィッティングは後ほどやってみたいと思います。購入したのはセドナイヤーフィットセラスティックという商品で、吸い付くような最高のフィット感っていうのはなぜこうなるのかっていうのは後ほどご説明します。で、購入したのが、MS、M、ML の各サイズ1ペアという商品です。で、これ非常に嬉しいのがサイズ展開なんですね。一般的なイヤーピースは S、M、L の3種類が多いと思うんですけれども、でもこう L だとちょっと大きすぎるけど M だとちょっと小さいんだよなみたいな微妙なサイズ感ってあると思うんですね。ですけれども、このアズラセドナイヤーフィットセラスティックというのは SS、S、MS、M、ML、L の計6種類をラインナップしています。ただ逆にこんだけ細分化されていると自分に合うのがどれかっていうのが分かりにくいと思うんですよね。そこで SS、S、MS というセット、そして MS、M、ML というセット、私が購入したやつ、さらに M、ML、L というセットもあります。私は普段 M サイズが一番近いので、この M を中心とした MS、M、ML というセットにしました。で、これを使っていって結果、例えば ML が一番合っていたということであれば、それぞれのサイズを2ペアずつ買うこともできます。箱の裏にはこういった細かいサイズなんかも書かれてるんですけれども、もうほんとコンマ1ミリ単位で細かな微調整をしてるんですね。保証期間はご購入から7日間と書いてますね。じゃあ開けていきましょう。はい、はい、ちょっと光が反射してますけれども、わかりますでしょうか。はい、こんな感じですね。こういう風についてんだ。はい、横から見るとこんな感じ。ちょっとグレーがかってるんですね。グレーの半透明っていう感じです。MS、M、ML っていうことでしょうね。ちょっと M サイズを取ってみます。おお、なんかすんごい吸い付く。はい、こんな感じですよ。とてもこうプニプニして、こう肌に吸い付く感じですね。うん、ただこれは多少なりともホコリがつきやすくなるとは思います。だいぶ改善されてはいるらしいんですけれども、まずは私が今メインで使っているゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2で試してみたいと思います。これ提供品なんですけれども、レビュー動画は近日上げる予定です。はい、こういったものを M サイズでくっつけてみますね。なんかちょうどいい感じ。うん、あ、わかりますかね。これ早くももうホコリついてます。見えるかな、カメラで見えるかどうかわかんないんですけれども、ちょっとこれは気になる人は気になるかもしれないですね。問題はちゃんとケースに入って充電できるかなんですけれども、
はい、もうマグネットがきっちり入ってますので、問題なく蓋が閉まって充電も可能です。続いてノーブルのファルコン、これがね、ステムが非常に短いのでいけるかどうかちょっと自信がないんですが、MS サイズでいってみたいと思います。あ、いいの、あ、ちゃんと入る、かなりいい感じです。で、ケースに入るかっていうと、あー微妙、あ、蓋は閉まる。ちょっと両方やってみよう。はい、接点ついてるかな、蓋は閉まるんですけど、これね、閉めるとちゃんと充電ランプも光ってるっぽいので充電いけてんのかな。でもね、明らかにちょっと密着してない感じがあるんですよ、一番下まで。なのでこれはしばらく使ってみてどうかっていうのは後で、ご説明したいと思います。一応蓋閉まるのは閉まる。最後がリブラトーンです。これ何気に結構気に入ってて、これも提供品なんですけれども、なんて言うんですかね、装着感が非常に軽いので本当耳が疲れないんですよ。映画を見るときとかこれ使ってます。あ、これもしっかりフィットしてますね。で、さあ充電できるかな。お、全然余裕、これいけるわ。はい、ちゃんと閉まりましたね。はい、じゃあこれでしばらく使ってみてまた感想を喋りたいと思います。セドナイヤーフィットセラスティックの最大の特徴はやっぱりその素材にあるんですよね。究極のフィット感を目指すということで、世界的なメーカーであるドイツのクレイバーグ TPE 社ですかね、ちょっと読み方間違ってたらごめんなさい、が、作っている素材の、熱可塑性エラストマー、TPE かっこサーマルプラスティックエラストマーっていうのを採用しているということです。難しいことはホームページなんかを見てもらいたいんですけれども、要はこの素材は熱、つまり人間の体温によって柔らかくなるんです。それによってこう耳にピタッとひっつくようなこう密着感が得られるということなんですね。一つ注意点があって、ダクトの形状がストレートですので装着をするときには若干慎重さが必要です。スピンフィット360みたいにこう中で軸が曲がってくれるっていうことがないので、自分のスイートスポットにちゃんと当たるようにこう当てる、挿入する時の角度を、細かく調整する必要はあります。実際に使ってみた感想としては本当に想像通り、期待通りっていう感じで耳にピタッと密着してくれるので、本当に装着感としては最高レベルだと思います。で、音漏れも若干少なくなって、こう遮音性も若干高くなったような気はします。そして想像以上に音質への影響が大きかったです。どのイヤホンを使っても共通して言えるのが、音の分離感っていうのがすごく良くなって、各楽器の音の分離っていうのが非常に改善されました。ちょっとね、前のイヤーピースにはなかなか戻れないなっていうレベルです。その中でも特に大きな変化を感じたのがこのノーブルファルコンです。このイヤホンこんなに低音出たっけっていうぐらい、本当に引き締まった解像度の持った低音がどんどん出てきたんですね。これには驚きました。ただし問題がありまして、今回私が買った中で一番小さい MS サイズを装着したんですけれども、やっぱり充電できませんでした、残念ながら。そして、これね、 MS サイズだと耳の奥まで入らないんですよ。なので、わかります？すんごい出っ張った状態になるんですね。これでちゃんと音はバッチリ聞こえるんですけれども、こう見た目、外から見た感じのこの出っ張り感がすごく強調されちゃうので、これ純正のイヤーピースだともっと中まで入ってくれるんですよ。それが奥まで入らないので、こういった出っ張りを感じるっていうことですので。そうなんですよ、これちょっと私忘れてて、これノーブルで使うんだったら S か SS サイズでも多分いけると思うんですよ。なので、これ私追加で買いたいと思います。セドナイヤーフィットセラスティック、まあ、名前もかっこいいんですけれども、お値段も結構します。まあ、なんやかんや言うて1つあたり500円ぐらいっていう単価になるので、左右ペアで1000円ぐらいになるんですね。まあ、アクセサリーとしてはちょっと高めではあるんですけれども、例えば1万円のイヤホンか1万5000円のイヤホンかで悩んでるんだったら、1万円のイヤホンプラスセラスティックの方が多分いい結果が得られるんじゃないかなと思います。
当然ながらすでに発売から話題沸騰でめちゃくちゃ売れてるみたいで、 Amazon でもサイズによっては品切れが生じてます。まあすぐに補充されると思うので少し待ってから買えばいいと思うんですけれども、もし店頭なら多分少し在庫あるかな。で、店頭でもし視聴するときに気をつけてもらいたいのが、さっきも言ったようにこの耳の体温で柔らかくなるっていう性質のものですから、普段イヤピースのこう試着をするときって装着しておそらく5秒10秒ぐらいで判断できるじゃないですか、これが自分に合ってるかどうかって。でもこれを使うときはちょっとじっくり時間をかけて、まあどうでしょう、多分5分10分ぐらい装着しないとこの耳へのフィット感ってわからないような気がするので、まあちょっと、まあ他にお客さんがいなければ時間をかけてゆっくり試着することをお勧めします。ということで、これまでなかなか自分にぴったりのイヤーピースが見つからなかったっていうイヤーピース難民って結構いると思うんですよね。そういったイヤピ難民への最終回答になるんじゃないかなと、これでイヤピ難民を卒業できるんじゃないかなっていうぐらい期待を持っていい商品だと思います。下にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。それでは。ちなみに私はイーヤホンさんの通販で買ったんですけれども、3000円以下だと送料がかかるみたいで、ちょっとなんかもったいなかったので送料がかからないようにするためにこういったアクセサリーも買いました。これはアドバンストっていうところの、イヤホンケーブルタイですね。まあ、この辺にピッと止めるようなタイなんですけれども、結構かっこよかったのでちょっと買ってみました。